ぱりこうクラシック音楽をいざ聴こうってなるとこう理解しようとかこう何か感じ取らなきゃいけないんじゃないかみたいな構えてしまう点があると思うんですけど、そういうのは今回一切こう一旦置いてこう音の美しさだったりバイオリンってどういう音色なのかなとか、そういうなんか人間の声みたいだなとか、そういうなんかかっこいいなとか、もうなんか全然いろんな感じ方をそれぞれがしていただけたら嬉しいなと思って弾きました、はい、それではご覧ください。
皆さんこんにちは、改めましてバイオリニストの木戸可憐です。本日はあいにくの雨で無観客配信ということになってしまいましたが、短い時間ですがバイオリンの演奏を楽しみいただけたらと思います。普段私は、クラシック音楽を演奏しておりまして、クラシック音楽っていうのはその、過去の音楽ですね、400年分ぐらいの歴史の中で作られてきた音楽をこう演奏していくっていうことで、もともと楽譜があってできたものをそれぞれがどう表現するのかっていうところが、聞かせどころであったりするんですけれども、1曲目にお聴きいただきましたのはマスネという作曲家が作りましたタイスの瞑想曲という曲でした。この曲はタイスっていうオペラがありまして、その、劇ですね、クラシックの音楽を用いた劇なんですけど、その中の、場面転換の間に演奏される曲でした。日比谷はこの感激だったりそういうものが盛んな場所なので、あえてそういう選曲をしてみました。クラシック音楽っていうのは結構一曲一曲が長いので、次の曲が、私のステージの最後となってしまうんですけど、次はイザイという作曲家の無伴奏バイオリンソナタから第3番バラードという曲を演奏させていただきます。この曲は、イザイという人は、バイオリニストであって作曲家であった人で、そのバイオリンの可能性をこう作曲ですごい広げた人っていうことで、ちょうど100年ぐらい前の曲ですかね、なんですけど、技巧であったりこう情熱であったりいろんなものが散りばめられたバイオリニストにとって欠かせない曲なので、ぜひお楽しみいただけたらと思います。それでは演奏させていただきます。
ご覧いただきありがとうございました。無観客の配信っていうのは今までそんなに機会がなくて、コロナでなんかようやくこうその機会が増えてきたんですけど、やっぱりまだ慣れなかったのですごく新鮮でしたね、はい、全然やっぱりこうお客さん の, この影響を私自身が受けることがないじゃないですか、目の前にいらっしゃらないから。だから日頃どれだけこうお客さんがいて、そこから受け取って自分が発信してっていうやり取りがあったのかっていうのがすごく、はい、感じましたね、はい。お世話になっている方からこんなのあるからちょっと出してみたらみたいな感じで伺って、それで、まあ、内容を見てみたら今までのクラシック音楽の業界にはあんまりなかったミュージックビデオがその主な取り組みだったので、いやこういうのは本当にこれから必要だなってずっと思ってたので、はい、今回いいそれがいいきっかけになればと思って応募しました。それでまあまさかの選ばれることができまして、普通のポップスとかの方もいらっしゃる中であえて選んでいただけたことが本当にびっくりで、はい、すごく嬉しかったです、はい。また先日撮っていただいたミュージックビデオも同じチャンネルで配信しているので、よかったらご覧ください。普段私は国内のいろんなところで音楽祭に参加したり、イベントに出演したりしているので、今後ぜひいろんなところでお会いできたら嬉しいなと思います。公演情報などはツイッターで宣伝しているので、よろしければぜひご確認ください。イベントの出演だけでなくコンサートの企画とかもしているので、もしよかったら足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ですね、自分が3年前に上京しまして、そこで経験した人との大切さであったりとか、人生とか孤独とかについて自分の手垢を曲にしたような説得力のある曲だと自分では思っているので、聴いている人を勇気づけるそんなアーティストだと思っています。そこをぜひ聴いてみてください。それではどうぞご覧ください。皆さんこんにちは、島根歩です。よろしくお願いします。今日はここでやる経緯を話すと、宮本亞門さんとか平原綾香さんがプロジェクトを務めるザ・ネクスト・アーティストという企画に選ばれまして、それで今日日比谷フェスここで歌わせていただくことになりました。皆様のランチの時間がいつものランチじゃなくて少しでもいいランチになるように頑張って歌うのでよろしくお願いします。じゃあ最初に聴いてください、互いという曲聴いてください。朝が来るまで抱きしめていたい君のこと、やがて訪れる別れは枕の下して開いた傷を塞ぐように僕らは抱きしめ合う、伝わる
まがめです。改めてよろしくお願いします。初めてここ来たんですけど、昨日ジブリの魔女の宅急便見たせいかわからんねんけど、めちゃくちゃジブリっぽいですよね、ここね。ほんまにええなと思って、この環境でできることが本当に嬉しく思いますし、皆さんのランチの邪魔にならないようにというか、もうめちゃくちゃいい BGM になるように頑張って歌っていこうと思うので、皆さんお食事楽しみながら、片耳を傾けながら曲を聴いてもらったらなと思います。早速なんですが、次の曲いかせていただきます。これは俺がドライブ好きで、彼女いないんですけど、彼女できたらこの曲を流してぜひ聴きたいっていうためだけに作った曲をちょっとやろうかなと思います。音源化したらぜひ皆さんドライブね、かけてください。じゃあ歌っていきます。首都高速を抜ければという曲聴いてください。
昨日ジブリ見たんですよ。昨日ジブリ見て、魔女の宅急便ちゃんと見たことなかったんですけど、めっちゃ感動せえん、あの映画。魔女の宅急便、普通にいい話で、なんかジブリとかちゃんと見たことなかったんけど、よかったですよね。最後の曲やろうかなと思うんですけど、東京来て3年ぐらい経って、それまであんまり一人とか辛いなって思ったことなかったんですけど、こうやって上京してきて、初めて孤独というか一人を感じるようにめちゃくちゃなって、そこで家族の大切さとか人と関わることの大切さとかを改めて実感したっていうか、なんか誰かと話せるだけでめっちゃ幸せやなって思う日々もめっちゃ増えたし、こうやって休日にランチとかして誰かと話したりとかお酒飲んだりとかして話す時間ってめっちゃ尊いもんやって俺は思ってて、いつかなくなってしまうものやし、そんなみんな分かっとうけど、より一層それを上京して一人を感じたからこそ、家族の接するとかを分かったし、でも一人やけど孤独じゃないっていうのも、こっち来て人の温かみとかに触れて分かったことでもあるんですよ。なんで、こうやって機会を、せっかくいただいて素晴らしいこういう場所でやれることに感謝して、これからもネクストアーティストを選出していただいたんで、頑張って日比谷の街盛り上げていこうかなと思うので、もしよかったら看板とかにも名前書いてるんで、あとミュージックビデオとかも上がってます。よかったら少しだけでも気になった方、終わった後名前だけでもちょっと調べてみようかなって調べたら、島根 M ってあんまなかなかおらへん名前なんで、すぐ見つかると思います。よかったらこれからもぜひね、少しでも気になった方は名前だけでも覚えて帰ってもらえればなと思います。最後に東京に来て書いた曲っていうか、今話したようなこと、人の大切さみたいな、一人じゃないっていうことの書いた曲を最後にやって終わろうかなと思います。では最後に聞いてください。東京3年物語です。人生は
流して帰る夜、人生は一人ぼっちさ、でも孤独じゃない、そう信じて生きたら、人生は一人ぼっちさ、返事のない願い、ただいまは響く、人生は一人ぼっちさ、でも孤独じゃない、そう信じて島根でした。ありがとう。本当に聞いてくださってるお客さんも、ランチ食べながら聞いていただいたんですけど、本当に自分の方を見て、ちゃんと見てくださって、うなずいてくださってる方とかもいたりとかして、あ、ちゃんと聞いてくれてて嬉しいなっていう思いと、すごい天候にも恵まれて、やらせていただいた松本郎さんのところもすごいいい場所で最高のロケーションでパフォーマンスができたと思います。最初にさまざまなその日比谷のお店であったりとか街とそのコラボして、何かエンタメを発信していこうと、このコロナ禍でそういう活動を前向きにやろうとしているという、その姿勢というか、すごく面白いなとまず第一回思って、それでもうぜひやってみたいという思いで応募して、それで宮本亞門さんはじめさまざまな方たちに選んでいただいて、すごく嬉しかったと同時に、実際やってみてすごい応募してよかったなっていう気持ちと、選んでくださってありがとうございましたっていう気持ちです。本当にまずカメラマンさんが本当に事細かく指定をしてくださって、本当に素晴らしいカメラマンさんと編集してくださってる方だなと思ったのと、やっぱあこの場所を抑えるのも難しいと思うんですけど、本当にそこをやっぱりその努力してくださって、すごいいい場所で、あといい映像を撮ってくださったのが本当に嬉しかったです。5月11日予定で新しいニューシングルが、配信リリースされます。渾身の3曲を詰め込んでいますので、各配信ストリーミングサービスで配信予定です。亀田誠二さんがやってる日比谷音楽祭、あそこはやっぱり将来的に、今はやっぱり全然もっと大きくならないとダメなんですけど、もっとこれをきっかけにネクストアーティストとして大きく羽ばたいていって、いつか亀田誠二さんにベースを弾いてもらって、そんな中ステージで自分の音楽を大勢のお客さんに伝えられるようなビッグなアーティストになっていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。僕にとってダンスというのは、僕の人生を表しているものだと思っています。なので皆さん、ダンスパフォーマンスというのを見ると、あ、音楽に合わせてリズムに乗ってかっこよく踊るんだというものを想像すると思うんですが、そうではなくて、いろんな表現の方法があるということを、そういうことを通していろんな人がいるんだということを分かっていただきたいなというふうに思っていました。それを今日のパフォーマンスに表現しています。そちらをぜひ見ていただきたいなと思います。それではご覧ください。
ありがとうございます。今日いい天気で暑いですね。そんな中皆様お集まりいただきありがとうございます。はい、先ほどですね、皆様にまずお話したいことがあるんですが、皆さんダンスというふうに聞いたときに、一般的に考えますと音楽に合わせるというようなイメージお持ちですよね。皆さん、実は僕ですね、生まれた時から耳が聞こえません。そうなんです、イエイ、聞こえないんです。はい、なんですけども僕踊れるんですよね。今皆さん、ん？聞こえないのに踊れるの？なんて思われましたかね。はい、確かに音楽に合わせてこんな風に決めたりポーズを取ってみたりかっこいいと思うんです。わあすごいなっていう風に僕も思います。でもダンスというのは聞こえない私たちのような人間は目で見る生活というのをすごく大事にしているんですね。そのため先ほどこのようにこう表現しましたけども、後ろを向いてしまうとわからないなんていうこともよくあるんです。あれちょっとわからないって言って隣の人ぶつかってしまったり、そんな時にちょっと壁にぶつかってしまってちょっと難しいななんていうこともあるんですよね。でもダンスっていうのは音楽だけではなくて、今のこの生活の中、皆さんそれぞれの生活の中で見てきている風景だったり、そういうもののリズムがそれぞれあると思うんです。例えばですね、さっきちょっと3つほど表現したんですが、1つ目です、太陽まぶしい、でこのあと木がこう揺らめいてるというような手話の表現をしました。この動きを見て僕も一緒に自然とこう自然に合わせてですね、体が動いていく、そういうふうに合わせていくっていうところがあるんですね。他にも自然だけではなくて機械、先ほど表した2つ目、電車ですね。このような動きありましたよね。このガッタンゴットンというような振動に合わせてそのリズムをとって、そこからこのようなダンス、動きが生まれていました。こういうふうにリズムをつかむこともできるんです。と3つ目ですね。こちら風、さっきこのように風を感じてふわっとしたイメージですね。それをこのように体で表現していました。いろいろなこちらも生活、目に見えているもの、もうオフィスで働いている方々もいらっしゃるかもしれないですね。というこの音でこんな風に動いてみてもいいです。いろんな動きあると思うんです。なので僕が今パフォーマンスをしたものは、音と合わ、もしかしたら動きが合ってなかった部分あったかもしれないです。ですが僕はこう自然をこういう風に体で表現して皆様に伝わっていれば、それもダンスの一つなのかなというふうに僕は思います。いいですか、いいでしょうか。はい、例えばですね、なんだろう、質問していいですか。これなんだと思います。なるほどなるほど、そうですねそうですね、実はこちら雨の表現をしていました。よく雨を見てみるとポツ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 と降っていたりだとか、ポツ
ポツッと一つ一つ間があったりだとか、いろんなリズムがあるんですよね。でちょっともう時間大丈夫かな、時間ん大丈夫かな、ちょっとまあ迫ってきてると思うので、次は音楽を流さず、音楽は流さない状態で今から表現をしてみたいと思います。でですね、まあ、簡単なルールがあるんですが、僕がこう踊っている時に、まあ、手話の文法でちょっとあるんですけども、このような動き一回転しますと場面が変わったよというようなお知らせになります。はい、なので今から僕が例えばこうやって踊ってますよね、ノリノリで踊ってたらくるっと回りました、このように場面が変わったよというのを皆さん見ながら頭の中で、うん、今はどんな音楽が流れているんだろう、今はピアノかなバイオリンかななんていうことを考えながら見てみてください。よろしいでしょうか、 OK ですか、ちょっと僕聞こえないけども OK ですかね、 ありがとうございます。どうどうみんなどうでした、どんな音楽今聞こえました、ちょっと聞いてみたいな、どんな音楽でした、あなるほどジャズ、なるほどありがとうございます、マイケルジャズ、いろんな答えありました、場面変わりまして、おっということで、皆さんどうでした、どんな音楽流れました、どうでした、そうですね、はい、クラシックミュージック、僕たち聞こえない人はクラシックというものが何か音としてはわからない人もいます、ですが皆さんのように見て、ああこれはクラシックミュージックかななんていうふうに見て分かっていただけると、僕たちが表現したものと皆様が受け止めてくれるもので一つのダンスが出来上がるということですね。では最後もう一つやってみます、ちょっと難しいかもしれないですが、これ皆さんどう思い、どんな音がイメージされました、そうですね、歌舞伎かもなんですが、歌舞伎の音どんなイメージでしょう、どんな音か説明してもらえますか、皆さんぜひこれからの生活の中にある動きなどを見たときに、例えば風でもいいです、自然の音でもいいです、見てみたときに、あ、これはこんな音だな、こんな音かもしれないなんていうことをぜひ見ながら考えてみてください。はい、ということで僕のパフォーマンスここで以上となります。最後にちょっとおしゃべり長々とバーバーバーとしゃべってしまいましたが、僕はとても楽しかったです、どうぞありがとうございました、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、どうでしたか、ご覧いただき本当にありがとうございます、まず以前のネクストアーティストの収録撮影をさせていただいた時と同じ場所でやらせていただいたんですが、以前撮影した時はもうすごい校庭の中、天気が悪い中だったんですが、今日はすごく天気も良くて気持ちが良かったです。天気のいい中でパフォーマンスできたことがとても嬉しかったです。またお客様もたくさん集まってくださって、
コミュニケーションダンスというのを通して皆様とコミュニケーションしてやっていけたのが嬉しかったです。僕はエンタメを通して社会の中のできない困っている人たちがいるということを伝えたいなと思っています。一人の人として発信していくべきだなと思っています。そのために応募をしました。受かった時はですね、もう受かった後この項目を見てどなたが受かったかというふうに見た時に有名な方がたくさんいらっしゃって、この中に僕の名前が入っているのは本当にすごいなというふうに、やったというふうにっていうのがもう率直な感想でした。それと同時にしっかりパフォーマンスをやらなきゃな、何を表現するべきなのかなということも悩みました。悩み始めたんですけども、その結果いいパフォーマンスをすることができてとても良かったと思います。今回こう公式で、私個人でソロで僕の人生をこう表現した様子を撮影していただいたのが初めてだったんですね。なのでどうやって表現をすれば聞こえる皆さん、聞こえる社会の皆さんに、そうですね、僕のさっき先ほどお話ししたような伝えたいこと、社会のいろんな人がいるよ、多様性があるよということをどんなふうに伝えられるのかなというふうに思いながらパフォーマンスしました。スタッフの皆様も温かく意見をこう交わせていただきまして、一緒に作っていくことができました。ですので結果的に本当にいい作品ができたなと思っています。本当にありがとうございました。これからの活動としては、また僕みたいに聞こえない、また聞こえづらい難聴者だったり聾者だったりの中に僕みたいな人もいるんだよということを、また僕はオンリーワンだ、ですのでありのままの自分を出して、それを皆様も同じようにありのままに伝えていければいいんじゃないのかなと思っています。そのためにダンスだったり演劇だったりというようなパフォーマンスを通して社会に発信し続けていきたいなと思います。僕はこれからも活動頑張っていきますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。